OK Google 配信開始して。 OK Google 配信開始して。 OK Google 配信開始して。右肘左肘交互に見て。して明日のニュースに出よう。煽り運転する前にね、煽る対象の車もいないし、煽れる車でもないですから、スピード出ないし。雨やんだんじゃない？バズるぞ。危ねえわ。危ねえわ。こんなとこで店バズったら。でも働くユーチューバー側の視点で間違いなく俺ちゃんだけよね。働き者のね、YouTuber いないでしょ。生主で。生配信者で。生配信者 YouTuber でこんだけね、働きまくってるのって絶対俺だけだろ。マジンさん、次のカーブでドリフトしよう。やばいな。だいたいだって YouTuber しながら配信してるって両方してるのが少ないのに。大佐もそのどっちかしてたらもう働かんとなんかゴロゴロしてるやつらばっかりなのに、こんなめっさ仕事しながら配信もしててね、 YouTuber もやってるって絶対俺ちゃんだけでしょ。
間違いないわ。マジンさん、 YouTube なんてただの再放送だろ。再放送まあ、こっちから見たらそうなっちゃうね。YouTube に上げる動画を撮るためにふわっちをアプリを使ってただけなのに、いつの間にかふわっちの方でなんかこう一生懸命なんか小次郎方面になっちゃってて、 YouTube は主にあの再生専用みたいな、なんか再放送専用みたいになっちゃってるね。おかしいね。一時ね、あの関西弁講座を撮影してるときはみんなのコメントを全部無視して、あの録画してたけどね。3分から10分ぐらいの間。そもそもそんなに閲覧もないし、コメントもないから、そんなきっちり分ける必要ねえかな。これだけ長距離運転をしていてネタになるハプニングなかったの？ないわ。ネタになるハプニングってなんすか？危ないでしょそれ。いやでも日本狭いけど、こう考えたら出たもんじゃないよね。距離こんなにもあるんだもんね。オーストラリアとかから南アフリカからしたらそんなに遠くないかもだけど、これすごいよね。これこの距離よ。してるけど、やっぱりさっきの生ビールが抜けてないのか。いえいえ、飲んでないでしょ。飲んでないでしょ。浜名湖16キロだって。浜名湖、名古屋も超えたのにまだそんなに。ペース的にやばいな、これ。マジンさん、静岡。全然よね、めっちゃ遠いね。もう着くのかと思ってるぐらいだったのに、まだ静岡なの。でも静岡さえ越えればもうすぐそこって感じ。静岡を越えればもうすぐそこって感じなのかな。じいさん、ゆいに嫁してこい。ゆいちゃんどこ住んでんの？僕知らないんですけど。おいちゃん、ゆいちゃんどこの子か知らないんだけど。東京じゃないの？
マジンさん静岡だ。マジで静岡なの？いや、会えるならね、全然おっぱい揉んできたいけど。おっぱい揉んで抱きついてチューしてね、セパでビンタ一発食らって帰ってくるくらいのね、それぐらいネタができればいいけど、訴えられるでしょ、それしたら。訴えられちゃうでしょ。静岡はうなぎが有名だな。あ、うなぎ有名ですね。浜名湖って言えばうなぎパイですか。帰りはまあそういうグルメしながら帰ってもいいんだよね。でも帰りは帰りで、これまだトラック次急ぐみたいだから、嫁ちゃんにうなぎパイ買って帰ろう。帰りはね、お土産買って帰ろうね。久しぶりにこんだけ嫁ティーに会えない。マジンさん、結局ゴールは何県？ゴールはだから埼玉県です。埼玉県川口市。川口市行って、川口市行って終わり。あと帰るだけみたいな。最近の仕事の中で一番危険な仕事じゃないこれ。およそ3キロ先、左方向、ジャンクションです。ということでね、これからも皆さんね、いろいろな仕事のご依頼をお待ちしております。できれば、ニット3万円以上でお願いします。パッパと稼いでパッパと休みたい。月10日くらい働きゃいいぐらいの生活。
カビジャンクションの地帯のどっちでも行けそうだけど、およそ600m 先左方向ジャンクションです。え、左方向行けっつってるよ、マジで。新東名の方が早いのかな、左行けっつってんだけど。じゃあ左行こうか。でも東京行けんだけどさ、しかし出没注意やめて。もう出てこない。市内って書いてある。なんで名古屋戻っていくのおかしいけど。ラジオ聞くならラジオ大阪、ラジオ大阪おびし1314おびし、ラジオ大阪おびし。あと歌でも書けないとやってられないな、これ。出没どころか車もいないんだけど、これやばくないですか。これマジンさん、80キロ出さないと9時は厳しくないか。マジで9時も厳しくなってきた。まあ、70キロ出てんだけど、残り3時間17分、6時17分、休憩なし60分、きつなってきたな。70キロじゃ無理か。だってスピードはそもそもね80キロだから、それ以上出しちゃダメなんだ。ダメなんだからね、それ以上出したら。マジンさん、あそこ
で生ビール2杯はロスだな。飲んでないでしょ。飲んでないでしょ。GPS 信号が失われました。前も後ろも誰も走らないんだけど、これ本当に高速道路、なんか狐につままれた感じがするんだけど大丈夫？魔人さん、唯出没注意。それ怖いね、ある意味怖いね。高速道路上、ゆいちゃんが許さんぞって言いながら、雨止まないね。5時くらいになると車も増えるだろう。ああ増えるかな。いやーね、それ頑張るね。
また献血行く。つい献血9月なんだけど、9月の6日かなんかだったと思うけど、また献血行く。およそ600メートル先、左方向、ジャンクションです。あ、風疹の予防接種かなんかよ。やることいっぱいだね。左方向、仕事ないのにやることだけいっぱいだね。仕事依頼お待ちしております。配信開始して。